こんにちは、ローニンプーです。やったおもちゃ買ってしまいました。買ったおもちゃはですね、ホットウィールのトラックコースになるんですけども、ホットウィールのですね、コースで一番長いというか大きいやつですね。全長 2.45m っていう、この6レーンスーパーレースウェイっていうのを私ちょっと前からちょっと買ってて遊んでたんですけども、ドラッグレースなんですよね。まっすぐと進むだけっていうことで、こちらを持ってたんですけども、これよりもね、箱サイズもちょっと一回りぐらい大きくなってですね、コーナーが含まれたものがですね、マリオカートのですね、レインボーロードですね。こちらですね、レインボーロードがですね出ました。レインボーロードで、もうなぜホットウィールでマリオカートかというと、もうちょっと前からね、マリオカートのホットウィールのコースですよね、電動式それから手動式のコースがあったと思うんですけど、今回はですね、この高低差を利用したですね、このレインボーロードっていうのが発売されたので、ちょっと買ってきました。これね、結構ねお値段高いんで、普通のお子さんにプレゼントっていうのはちょっと勇気がいる値段かなっていうふうに思います。組み立てはね、至って簡単なんですけど、しまうのが大変かな。こんな箱なんで、ね、どちらかというとですね、こちらですね、もともと前からあるスーパーレースウェイ、こちらの方はですね、箱いらなくって本体だけで折りたたんで収納できて、持ち運び、ローラー付きの持ち運びなんですよね。折りたたんで収納できるので、非常にね、これね、便利、邪魔にもならないし、コースの方ですね、組み立ててみました。ご覧いただければなというふうに思います。どうぞ。このようにですね、組み立てています。奥側にあるのはですね、6レーンスーパーレースウェイになります。はい、どうでしょうかね、比較して、はい、こんな感じになります。はい、高さはね、あれですね、マリオカートレインボーロードの方が高さは高いですね。若干ね、長さはですね、圧倒的にマリオカートレインボーロード、こちらの方がですね、長いですね。仕組み的にはですね、どちらも、同じなんですけども、ここですね、ここにストッパーがあって、コースの番号があって、そしてこれでスタートという形ですね。そして、ゴールの方ですね、ゴールはここに電源入れてみたいなと思います。はい。Hot Wheels Racers, Victory Lane! はい、こんな感じですね、これね。マリオとテレサに走ってもらいましょう。はい。スタート!レーン3、マリオが勝ちました。スーパーウェイレースウェイのスタートをですね、このレインボーロードの信号機使って遊んでみたいと思います。はい。全然レインボーロード関係なくなってます。6レーンっていうぐらいなんで、6台こちらですね、走ることができます。今回のレインボーロードの方はですね、5台です。仕組み的には同じようにですね、ロックのところがあってですね、ボタンですねを押していただくと、ミニカーがスタートをして、そして第1コーナー、第2コーナー、そしてゴールで、レーン番号を表示する仕組みがついているということになっています。ここ中間のところがですね、まっすぐな道ではなくってグネグネした、もう本当にね、マリオカートらしい感じですよね。最後のところでですね、トラップがあります。ゲームと同じようにですね、まあ、ハテナマークがついてますけども、最初にここをピュッと誰かが通過した時にですね、後の人たちを邪魔することができる。それはその時になってみないとわからないという仕組みなんですけども、これちょっと今オフになってるので、オンにするとですね、お先通るときにこういうふうに誰かをいじめちゃうっていう、そういう仕組みなんです。はい、これはね、その時にやってみないとわからないんです。ランダムに変わるということになっています。でもこれやるとあんまり面白くないんで、オフにしておきます。はい。そして、ゴールということで、こちらはですね、最後にゴールのところを止まるようになっています。スーパーレースウェイの方はですね、最後このまま、
行っちゃいます。ホットウィルのコースをですね接続することができるようになっています。ちなみにですけども、こちらレインボーロードもですね、最後ここのところですけども、ここ外すと普通のホットウィルのコースが接続できるようになっているので、延長して何かの面白い遊びを追加することができるということになります。なかなかねこういうコースって電池いらない。電池は信号機、この信号機ですね、この信号機、これポチッと押すと、っていう信号機の電池と、それからゴールのところですね、電光掲示板、誰が一番だ、どのコースが一番だったかっていうのを表示する。この2箇所にですね、電池が必要なんですけども、ミニカーそのものを動かすのに電池が必要かというと、そうではなくてですね、なかなかね、いいんじゃないかなというふうに思います。付属してたのがですね、テレサとマリオ。で、マリオのカートはタイヤがですね、青色です。通常のマリオは黒色のタイヤなんですけども、青色のタイヤのマリオのカートが付属しています。はい。ちょっと今回ですね、お試しはですね、このラインナップで遊んでみたいなというふうに思います。6レーン、スーパーウェイと同じような構造になっています。ロック。はい、こんな感じですね。はい、ロック解除ができて、ここがですね、押さなくても、ここで解除するっていうのがあります。はい。まあでも普通はこうでしょうね。こういう風にしてスタートするんですね。ここに棒があるんですけど、ここに触れて通過したレーンのミニカーのコースがですね、ここに表示されるということになっています。と、これを電源入れてみたいと思います。第一レーンの勝ち、こういう遊び方になります。コースの下側のこの柱の部分なんですけど、向こうにある部分も、それから向こうの下もちょっとちっちゃいかな、ミニカーはですね、こういうね、置くことができるようにスペースになってます。はい、こんな風になってます。はい、なかなかねこれいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、面白いですね。はい、トミカの方をですね、走らせてみたいというふうに思います。どうなるのか。はい。ちょっとまあ、これ、鳴らしてみようかな。5レーン。5レーン。ということは、はい、ここですね。トミカのシボレーコブレットがですね、1位になりました。はい。トミカの 2000GT。そして、ホットウィルの 2000GT。と競争してみたいと思います。で、ホットウィルの方はですね、作り的にここにですね、ミラーがついてるので、ちょっと当たるんで、遅くなるんじゃないかなというふうには思うんですけども。やっぱりトミカの方が早いですね。はい、トミカの方が早かったです。
ホットウィールのコースなのにホットウィールが負けたということで。はい、面白い。ホットウィールのですね、スーパーマリオカートレインボーロードで実は楽しみにしてたのはですね、トミカのですね、スーパースピードトミカの車がですね、超速く走れるんじゃないかなと思ってめっちゃ期待してたんですけど、残念ながらコースに乗ることができません。これね、ほら、こうなるんです。スーパースピードトミコについているこの4箇所のコロがですね、本来はですね、トミカのですね、ビュンビュンサーキットではですね、効果的にスピードを上げるのに役立ってるんですけど、このレインボーロードの方はですね、はい、このようにね、変えることができないんです。めっちゃ残念。めっちゃ残念。ほら、ここはね、通るんですけど、どっちにしてもね、止まるんで、ダメなんですよ。残念。めっちゃ残念。ホットウィールのズームインなんですけども、こちらについてもですね、はい。残念ながら、乗るんは乗るんです、ここね。でも、こういうところで、はい、引っかかってしまいます。どうしても GoPro のですね、セッションのサイズ、これもうちょっとね、下持ち上げてくれたらいいんですけど、これ当たるんでね、全然ダメですわ。はい、あ。残念。ズームイン。残念な結果、でした。しゃあない。ホットウィールのコース、レインボーロードですね。マリオカートレインボーロードのコースね、こちら。追加してみました。はい。今までですね、向こうのですね、スーパーレースウェイのですね、ドラッグレースですね。ドラッグレースの、直線コースでですね、競争して遊んでましたけども、ちょっとね、こう、コーナーが2つある。そして波打った道があるということで、ちょっとね、なかなかね、面白い感じがします。速ければいいということじゃないと思うんですね。速くなるとこう波打つんでジャンプしたり、ちょっとね、コースアウトするかもしれないですよ。わかんないですけどね。はい。という遊び方もできるので、非常にね、面白そうなんで、これからも遊んでいきたいなというふうに思います。ただね、スーパーレースウェイは折りたたんで収納できるんですけど、これ、バランスのが大変です。そして結構ね、硬いので、箱ですね、元箱、この箱にね、戻すのが難しいです。そういう意味では、もうちょっとトミカさんのように分解しやすくしといてもらった方がいいかなと思います。はい。まあでも、こういうコース、64分の1のミニカーであれば走らせるんで、いいかなというふうに思います。はい。これからも遊んでみたいと思います。イエーイ。